半世紀生きたもう働きたくないピランです。おざんす。8月30日の朝10時半です。それでは今日もよろしくお願いします。で、朝飯食べます。十字屋で、あれスピーカーケーブル買ってきました。ギターの、機材ですね。じゃあ、目的も果たしたんで帰ります。お昼ご飯はコンビニの唐揚げ弁当です。いただきます。晩ご飯はミートスパゲッティです。いただきます。今日30日の支出は4933円です。はい。スピーカーケーブルを、これとこっちのギターアンプにつなげるケーブルを買ってきました。はい。これが4933円です。お昼ご飯の弁当はコンビニで買ったんですけど、これは、LINE Pay か。LINE Pay のチャージ分から払ってます。預金残高は527万4289円です。はい。今日、久しぶりに新京区の方に行ったんですけどね、日曜日の終わりに人が少なくて、寺町通りとか歩いたんですけど、人少なかったですね。やっぱコロナの影響で観光客いないんで、まだまだなんか通常通りの生活には戻ってないって感じですね。はい。それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。ピロヤンでした。ではまた明日。